棚子釣りです。棚子釣り、2019、今日は本日9月3日誕生日です。ありがとうございます。なんと去年に引き続き誕生日に棚子釣りに来ることができたんですよ。今日は9月3日誕生日です。私ありがとうございます。誕生日プレゼントは何って言われたら棚子じゃない。誕生日プレゼントは川でいい。釣るのは自分でやる。よし、最高すぎますよね。ありがとうございます。なんか例年は仕事の流れで来ることが多かったんですけど、今回はきちんと休みね、一から東京から来て、正直もう7時間ぐらいは楽しめるかといって油断しちゃいけないんだけど、はい、まあ例年通りね、分かってますよね。誕生日は、誕生日プレゼントは頼むじゃなくていい、かわいいんです。釣るのは自分でやる。楽しみ。正直もういます。上から透き通っているのが見える。だから勝利はもう分かってる。かといってそんなね、うまい話なんかないんだろうけど、でも油断はしないけど、とにかくもう絶対最高の予感しかない。お楽しみに。今日はね、この実はこの黄身練りもいつも自分で作ってるんですけど、これを皆さんホットケーキとか作るときこういうことやってるのか。販売してる黄身練りを自分で練ってみました。これでも食いつくことが分かれば、結構出先でもそのやつを持ってけば自分で作れるっていうことですからね。そういう実験もある。とんでもないビッグ金平、これを目標にします。いることは間違いないんだからさ。あーっと、ちっちゃめ、ちっちゃめなんだこれ。やりたなごでしたね。一発目はやりたなごの目線でした。いい調子、いいのいいの。まあでも今のでかかるってことは分かったから、この黄身練りいいですね。あ、もう金平が見える。あー、いる。どうしよう、いるって分かってたのずるい気がする。いる、いるよ、いる。おお、当たって、いるって言ったじゃん。あ、ちょっと待って、よし来た。まあまあいいかも。しかもサイズも金平2019、いると分かってて上からごめんね。でもそういうことだから。こんにちは。いやー、いい、いきなり、いや、いる、とんでもない数がいる。あー、やりたいのかな。そう簡単にはもうそっち行きません。想像してください。1回目のやりたいので、あれぐらいなんだろうなって思ってください。来た、金平ね。あ、小さめのオス、想像してください。きれい、きれいだけどご想像にお任せします。やばい、首が熱くなってきた。これだな。でかい。結構お腹いっぱい食べてる感じのメス。想像してください。いいよ。いいね。綺麗な婚姻色。まあでも想像できる範囲です。よし、誕生日をこうやって過ごせるってありがたいことですよね。ビッグサイズいるはずだから。あー、ちょちょ、勝利の予感じゃないですか。なんかねえ、あー、メスか。でっかいぞ。来た、これはでかい、間違いなくでかい。来た、これはもうでっかい。ちょっと静かにして。よし、ちょっとでかい、これでマジでかい。よっしゃ、来た来た。金平2019誕生日の日プレゼントは川でいいって言ったじゃん。釣るのは自分でやる。超こでかい。あー、ちょっと色目は薄い、色は薄いかな。冷静になると色はちょっと薄いけど、秋でかい。これはでかいよ、言っとくけど。冷静になったらちょっと色は薄いけど、いやでもでかい。いやー、それ満足しました。一回ちょっとこの流れでこの川見てください。これ見てください、見えるかなこのカメラで。とんでもなくいるんですよ。とんでもなくいるけど、金平が上がってくるのはほんのちょっとなんですよ。以上。